サンタバーバラ航空518便墜落事故とは2008年2月21日にベネズエラメリダ発から加水域の国内定期便として運航されていたサンタバーバラ航空518便機体記号 IV1449 が離陸直後に散布区に墜落した事故である乗客43人と乗組員のパイロット2人客室乗務員1人が乗っていた 残骸は翌日発見されたが、生存者はいなかった。2015年8月に、インドネシアパプア州で、トリガナ航空267便墜落事故が発生するまで、これは ATR42 が関係する事故で、犠牲者の数が最も多い事故であった。アンデス山脈の高所に位置する大学と観光の都市で、あるメリダはより高い地形に囲まれており、夜行便は、 最寄りのアルベルト・カルネバリ空港では禁止されている。2008年2月21日、518便は空港からの最後の定期便であり、出発は現地時間の17時頃であった。離陸直後、総発ターボプロップの ATR42 から300は、インディアンの顔と呼ばれる標高1万3000フートの切り立った岸壁に激突した。 衝突前に遭難信号の発信はなかった。518便には乗客43人と乗員3人が搭乗していた。同期の残骸は2月22日に発見され、救助隊がヘリコプターと陸路で現地に向かったが、事故機は正面衝突してビブを覗き粉々になっており、生存者はなかった。518便がメリダ空港を立とうとした頃、 ちょうど、アビオール航空1116便がメディダ空港に着陸するため接近しつつあり、これを待って遅れるのを嫌った518便の機長と副操縦士は出発を急いだ。518便の使用機材である ATR-42 の広報機器には立ち上げ、手順があり、起動してから広報データが表示可能となるまで3分程度の同期時間が必要だったが、機長らは この時間さえ惜しんで離陸滑走を開始した。後方機器の動機が終わっていなかったので、景気は機体の姿勢と進路を表示できない状態だった。このため機長らは目視飛行を強いられたが、当時は運量が多いため視界も悪かった上に認可された正規の航路とは異なるルートで上昇しようとした。離陸後、518便の機長らはアビオール1116便が シエラネバダ山脈沿いに着陸侵入しつつあることに配慮し、時期は北寄りのカーラデルインディオ山脈沿いにコースを取るべく旋回した。ところが依然として、ジャイロが機能していなかったことと視界の悪さのために、キーを失い、そのまま岸壁に突入した。ベネズエラ内の事故原発イラ落現場は、メリダ州南西部のアンデス山脈中の高地であり、 救助隊は当初到着に困難をきたした。518便が失踪し、更新が途絶えた直後、産地の村民によると大きな音が聞こえ、衝突によるものではないかと思ったという。事故機の残骸は、パラモピエドラ、ブランカのコラオデルコンドル地区にあるパラモデムクチェスで発見された。同地はラグナデラペルラダから近い。創作活動は、 ベネズエラ西部の地方中核市であるバリナス市を拠点として実施された。捜索救助活動と並行して、現地メディアは518便の登場名簿を発表した。犠牲者の大半はベネズエラ人であり、他にコロンビア人3人とアメリカ人1人がいた。乗客の中には、ハンチャベスの政治評論家であるイタロルオンゴやオヤ、 チャベスのムクチェス市長であるアレクサンダー・キンテーロ、キンテーロの11歳の息子、連邦政府下の市民安全保障大臣である、タレクエル・アイサミの親戚二人もいた。53歳のアメリカ国民かつスタンフォード・ファイナンシャル・グループ銀行の幹部である、ビビアング・アーチも事故で死亡した。犠牲者の家族や友人は、事故やその犠牲者に関する情報を載せたウェブサイトを作成した。 コックピットボイスレコーダーが残骸から回収された。2008年7月28日に公表された予備報告によると、乗務員は、広報機器が正常に機能しない状態で、メリダ空港からの離陸を強行し、空港を取り巻く山脈の中で機を失い、位置を特定しようとしている最中に山腹に突入した。後の調査では操縦士が、 離陸前に義務付けられている準備手続きを怠った、上に認可されていない飛行ルートをたどったことが分かった。ラガドアビエーション社がまとめた報告によると、事故原因は操縦士が離陸前チェックリストなどの飛行にとって、極めて重要な手順を省略、または誤ったことである。この結果、姿勢方位基準装置の初期化が離陸前に完了しなかった。 518便は予定時刻に対して出発が遅れており、気づくと乗客が搭乗を終えていたので、慌てた機長らが遅れを取り戻そうとした。このため、離陸前チェックを急ぎすぎ、安全を確保するための確認手順がおろそかになった。二つ目の原因は、操縦士の地震過剰により、アースが機能していないのに気づいたにもかかわらず離陸を決断したことである。機長らは、 あと30秒でアースが同期完了をするのを待ちきれずに離陸を開始した。アースなしで飛ぶということは、運量が多く視界が不十分な状況下では、上昇中の振動を正しく維持できないことを意味した。以下の文章は CVR の写しを英訳したものである。ありがとうございます。